シャスポー銃は1870から1871年の不屈戦争で使用されたフランス軍のボルトアクション護装式風標銃である。軍用ライフルの歴史において大きな進歩を残した先発のドライゼ銃を参考に第二訂正を象徴する先進的な技術を用いて製造され、前装式のミニ A 銃を旧式化させて取って変わったが、 紙製薬莢を使用する技術的な限界のために金属薬莢の登場で旧式化し金属薬莢を使用するグラース銃へ改造された。幕末の日本においてもシャスポー銃がナポレオン三世から徳川幕府に贈呈され同時最新鋭の銃器とされた経緯や金属薬莢式へ改造されたシャスポーをグラース銃を国産化する計画が進められた結果 日本初の国産小銃となった13年式、村田銃が誕生したことなどから、倒幕派の主力だった、エンフィールド銃、スナイドル銃と並んで、日本とも縁の深い銃である。製造は、サンテティエンヌ、シャテルロー及びチュールの各造兵賞で行われた。また、ライセンス生産で、イギリス、ベルギー、イタリアでも多数が製造された。1870年の時点で、 フランス陸軍が調達可能だった数はおよそ120万兆に上った。生産は、不仏戦争の4年後、1875年の2月に終了した。シャスポー銃を持ったフランス兵、不仏戦争当時銃の名は発明者であるアントワーヌ・アルフォンス・シャスポーに由来する。シャスポーは1857年から様々なアト式銃の試作を行っていたが、 シャスポー銃の最初の試作銃が完成したのは1866年の8月頃で、1866年の広王戦争で5葬式のドライゼ銃を使用した、プロイセン側が対象したことに、危機感を覚えたフランス陸軍によって、急遽正式ライフルとして採用された。初めて姿を現したのは、翌1867年11月3日の、 メンターナの戦いにおいて、プロイセンと同盟していた、ガリバルディの兵の前であった。戦果はすぐさま、フランス議会に報告された。それは、レシャスポッツ・オーネティ・フェメルベーユ、すなわち、シャスポージュは見事にやってくれました。というものであった。不服戦争においては、ガスの閉鎖性に優れるシャスポージュは、同じ誤葬式である、プロイセン軍のドライゼ銃に対して、 倍の射程を誇ったが、フランスより巧みに新技術と組織を活用し、周到な戦争準備を進めていたプロイセン軍の前に、フランス軍は大敗を喫し、第二帝政自体も崩壊した。皮肉にも、シャスポージュが最も活躍したのは、不ッ戦争直後のパリコミューン鎮圧に際して、仏軍が偉人部隊を中心とするベルサイユ軍によって使用され、 三万人にも上る、フランス人が殺戮、処刑された局面において、という不名誉な歴史を残す結果となった。ミトラユーズ再発砲陣地を守備するシャスポージュを装備した、仏軍外人部隊のセネガル兵と、ドライゼ銃を持って突撃する、プロイセン第13両兵大隊の兵士、仏軍の敗北後に、外人部隊兵士たちの銃口は、パリ市シミンへ向けられた。 不仏戦争を描いた、独連邦軍事博物館所蔵会が不仏戦争時の、フランス軍部隊、シャスポー銃のボルトハンドルが確認できる、1870年8月、メッツにて、機関部とカートリッジ発射前、左と発射後、右のボルト先端部ゴムリングによる、密閉の仕組みドライゼ銃が、ガス漏れを抑えるために、当時の前装銃よりも弱装の弾薬を使用して、 弾道特性と有効射程が犠牲にされていたのに比してガス漏れを完全に防いだシャスポー銃は口径を1 1トルに絞りつつ火薬量を増やして秒速4 1 0ルまで初速を速め低身な弾道を実現して1 2 0 0ルもの最大射程を得ており当時の欧州各国軍が使用した軍用銃の中でも飛び抜けて高性能な銃だった シャスポー銃は先発のドライゼ銃を参考としたボルトによって重心後端の薬室が閉鎖されるボルトアクション閉鎖機構を持ちその基本構造はドライゼ銃のアリューと言って良い。またボルトによる閉鎖激発機構やガス漏れ防止のデザインは先行したドライゼ銃の改良型であるヨゼフ同種やカール・オーガストラックによる改良型に酷似しており 先行した改良型同様に、ボルト先端が、重心鋼端内部に挿入される形状へ変更されていた。しかし、ドライゼ銃及び先行改良型が、発射時のガス漏れを完全には克服できなかったのに、対して、シャスポー銃では、ボルト先端のガス漏れ防止用ゴムリングを、ボルト外周まで大型化し、薬室内の火薬の燃焼に直接さらされる部分には、 大型のボルトヘッドを取り付けて、焼損防止が図られており、発射ガスの完全な密閉に成功している。当時のゴムは、下流法の発明で、工業製品への利用が可能となったばかりの貴重かつ、高価な新素材だったが、1861年に、高知品を獲得し、熱帯地域に海外植民地を得たフランスは、プランテーションでゴムを強制栽培させ、 軍需品として安定供給できる数少ない国の一つだったことがゴムの使用を前提とするシャスポー銃の配備を可能にしていた。シャスポー銃のボルトは先端とボルト本体が分離パーツとなっており、その間に当時の新素材だったゴムのリングが挟まれた構造となっている。参照、分解されたシャスポー銃のボルト右端のコマ状の部品が ボルト先端とゴムリングである。参照、シャスポージュ要、ゴムリング発射時の圧力で、ボルト先端が後方に押されると、ゴムのリングが押し潰されて外形が膨張しながら、薬室内壁に密着し、高温、高圧のガスが、いての手や顔に吹きつけて、火傷を負わせるのを防ぐ。火薬が燃え尽きて、ボルト先端にかかる圧力が低下すると、ゴムのリングは、 元の外形に戻って密着は解かれるため、いては困難なくボルトを操作できた。また、密閉用のゴムリングは発射数を重ねるにつれて、焦損して徐々に密閉が不十分になるが、ガス漏れに気づいた兵士自身の手によって戦場で容易に交換できた。ガス漏れ防止機構以外での構造上の違いは、ドライゼ10がボルトを引いて、 薬室を解放した後にボルトを戻して閉鎖する際に激震のスプリングにテンションがかかるのに対してシャスポージュはボルト交端に撃鉄を兼ねたコッキングピースが露出しており薬室解放にあたっては親指でコッキングピースを引いて激震のスプリングにテンションをかけてからボルトを操作して解放する必要があったコッキングピースを直接引いてコッキングする手法は その後の多くのボルトアクションにも引き継がれた機能であるが、ボルト解放とコッキングの操作が別であることは、速射時の操作性に難があったようで、後の改良型であるグランス銃では、ボルトの引き起こしとコッキングが連動して動作する方式に改められた。紙製薬莢の内部構造を左、ドライゼ右、シャスポー紫色の部分が銅製のキャップに詰められた。 雷高雷艦の開口部が現代薬莢とは、逆向きである点に、注意20に l ダ弾、シャスポー用紙製薬莢、グラス重要11メートル MX59.5、ダ弾シャスポー重要、紙製薬莢の寸法図、1876年、インドシナのフランス海兵隊員、1888年トンキン地方の、国旗軍兵士、1885年シャスポー重の、 弾薬は発射時に燃え尽きてしまう紙製薬卿であり、ドライゼ銃の弾薬と基本構造は同じである。11mm 系の円筒系丸頭鉛弾を使用し、その形状はドライゼ銃の紙製薬卿より細く長い。ドライゼ銃の弾薬では弾丸の後ろに雷管が装着されているため着火させる際に紙製薬卿の後端を突き破る長い釘状の 激震が火薬の燃焼に直接さらされ焼損して折れやすくなる欠点があったが、シャスポー中の弾薬では、雷管の位置を紙製薬卿の後端に変更して、激震が高熱にさらされる部分を短くすることで焼損を回避していた。激発時には、激震が紙製薬卿の後端にある厚紙を突き破り、アンビルの役割を果たす。 同性キャップと激震に挟まれた雷光が着火し、周囲の黒色火薬を燃焼させる構成となっていた。ドライゼ銃の弾薬では、弾丸の後ろという比較的しっかりした場所に雷管が固定されていたのに対して、シャスポー中の弾薬では雷管を厚紙に糊で貼るだけという、極めて脆弱な固定方法が取られていたため、不発が増える原因となった。参照。 紙製薬莢の後端部、厚紙に貼り付けられた雷管このような脆弱な固定方法が必要になった理由は、シャスポー中の弾薬はドライゼ中の弾薬やボクサー式、ベルダン式などの現代薬莢とは異なり、雷管の開口部が黒色火薬とは反対側に向いていたため、雷管からの発火を黒色火薬に伝達する効率が悪いという問題があり、 激震で雷管を黒色火薬の中に無理やり押し込みながら着火させないとうまく黒色火薬に二次着火させられなかったためである雷管の固定が脆弱であったため激震に疲れても着火しなかった雷管は厚紙から脱落してしまって二度と着火させられなくなったまた乾燥したフランス本国ではさして問題にならなかった湿気の影響でノリが ポロポロと剥がれて雷管への着火そのものが難しくなったり、雷管が着火しても黒色火薬に着火しないなど、シャスポー中の弾薬にはアイデアダウレとも言うべき構造的欠陥があった。特に高温多湿のインドシナでは湿気と雨にまつわるトラブルが多発した。1873年には、トンキンで高河上流への訴上ルートを調査中だった。 フランス海兵隊が、劉飛佐市副率いる国旗軍と遭遇して、攻撃を受けた際に、弾薬がしけったシャスポー銃が使用できずに銃剣のみで戦う羽目となり、旧式のひなわ式や雷冠式の前装銃を装備して、湿気の影響をさして受けずに着実に射撃ができた国旗軍によって、一方的に壊滅させられるという悲劇まで発生した。ドライゼ銃と、 シャスポー中に共通した問題として、紙製薬卿と黒色火薬を使うため、連射の後には燃えかすとすすが薬室やボルト先端にこびりつき、燃え残った雷管の銅製キャップがボルトの隙間に引っかかって、スムーズにボルトを操作できなくなるという問題もあった。これらの問題が完全に解決されるのは、 金属薬莢と無塩火薬を使用する弾薬が主流となる19世紀末まで待たなければならなかった。参照、発射後にボルト先端部とゴムリングにこびりついた黒色火薬のすすまた発射時に燃え尽きてしまう紙製薬莢を使う前提から一旦装填してしまった紙製薬莢を不発時などに強制的に引き出す。 はい、鞘気孔が存在せず、金属薬莢を使用し、はい、鞘気孔を有するスナイドル銃のような銃に比べて、不発時の信頼性で劣るという欠点もあった。なお、無薬卿式銃器の強制廃鞘は、決定的な解決策は今もって存在していない、古くて新しい問題である。フランス最大のライバルだったイギリスは、シャスポー銃が採用される以前から、 金属薬莢の利用を進めており、不仏戦争に勝利したドイツ帝国も、国内で供給できる金属材料だけで製造できる、金属薬莢を使用する、モーゼル1871ライフルを採用すると、敗戦国のフランスもこれに追随して、シャスポー銃を金属薬莢式に改造するための11メートル MX59.5 r 弾を採用し、グラース銃として採用した。 グラス銃には断層を追加して、連発式としたタイプも少数製造されたことが確認されている。紙製薬莢を使用する最後のグニオ銃としては8年、あまりの短命に終わったシャスポー銃だったが、グラス銃に改造されて、以降は1874年から1945年までの70年間にわたって、 フランス本国と植民地で使用され続け、シャスポー銃の基本構造がいかに先進的で優れて、いたかを証明している。なおシャスポー銃に限らず、当時のフランス製銃器には白磨きで、保護しないという共通した、表面処理が行われていた。これは見た目の指さや異様はともかく、戦場ではキラキラと輝きすぎて敵軍に発見され、 安い上、強力な腐食力を持つ、黒色火薬や過酷な自然環境で、すぐに発生してしまう赤サビによる劣化との戦いを、フランス軍の兵士たちは強いられ続けた。慶応2年12月、ナポレオン3世は2個連帯分のシャスポージュを、江戸幕府に無償提供している。また、幕府もこの銃を1万丁ほど注文している。当時最新鋭のこの武器を大名。 旗本に売り込むためであった。同時期にイギリスで採用されたスナイドル銃が、母新戦争期にイギリスを通じて、薩摩藩に投入され、ライバルになった。母新戦争期には、スナイドル銃の数は少なかったが、スナイドル銃は簡単な加工で前装銃を誤装式に改造できたため、すでに多数輸入されていた、エンフィールド銃をもとに、 日本国内でも改造することが可能であり、完成度の高いボクサーパトロンは、防水、防湿性に優れた密閉構造だったため、多湿、タウナ日本や、当時のイギリス植民地であった南、東南アジアでも問題なく着火する、信頼性を有していた。これに対して、シャスポージュは、フランス語通詞が少なかったために、共犯の日本語訳すら完了していなかった。 さらに遠く離れたフランス本国で製造されていた専用弾薬の供給も困難であり、薬莢の構造と日本の気候の相性が悪く不発が多かったこともあって、全く有効に運用されず、一説には江戸城会場の際に手付け風の状態で蔵に残されていたとも言われている。大鳥圭介率いる幕府陸軍の精鋭部隊、伝習隊が、 シャスポージュを使用していたという記述が散見されるが、これを真っ向から否定する研究者もいる。もっとも雨が多く湿度の高い日本で、紙製薬卿の扱いに苦労したり、不足した専用弾薬を大鳥が日本で作らせたが、うまくいかなかった等の記録が残っていることから、伝習隊がシャスポージュ、ドライゼ銃といった。 紙製薬卿を使う護層式銃を一時期であれ使用していたことは確かなようである。また、幕府とフランスの関係以外に戦術のファーブルブランド商社を経由して独自にシャスポージュを1600兆の購入を計画していた藩も存在していた。明治新政府が日本陸軍を創建した後、紙製薬卿の問題とゴム部品の調達なんから 信頼性に欠けたシャスポージュは主力小銃としては使用されなかったが、明治5年に紙製薬莢の製造が行われていた記録があり、1874年頃からシャスポージュのボルトにはめるゴム部品の品質や購入についての記録が散見されるようになる。この時期は原産国のフランスでシャスポージュから 金属薬強式のグラス銃への改造が行われており、一旦は将来の統一装備として位置づけられ、日本陸軍がゴムの小村に手を焼きながらもシャスポージュを使用していた状況が記録されている。また、明治十年西南戦争で激戦が繰り広げられていた時期には、村田常吉少佐が、 ドイツの企業に依頼してシャスポー銃を金属薬莢式に改造する計画を進めていたことも記録されている。国産小銃となった村田銃を試作する過程では、シャスポー銃が金属薬莢用に改造されたグラース銃が参考とされて13年式村田銃が完成しており、村田銃はシャスポー銃から多くの構造を継承しており、村田銃採用前後の時期には、 村田銃の製造と並行して、シャスポー銃も金属薬莢仕様へ改造され、これはシアスポー改造村田銃と呼ばれていたことも記録されており、13年式村田銃は、シャスポー、グラス銃の国産化計画の延長で製造されたことが理解できる。ありがとうございます。